カさん、ミカさん、おはようございます。ミカさん、もう間もなく MV 撮影です。あと10分時間中だ。じゃあ10分後にお声掛けいたします。ありがとう。ミカさん、おはようございます。ミカさん、ミカさん、おはようございます。撮ってないかな。撮ってます。しっかり。ヘアメイクみんな終わったの？まだ終わってないんですけど、メイクからちょっと始めていただければ。メイク、ミカ、本当にマジ15分で終わるから大丈夫だよ。じゃあヘアメイク始まったらお呼びいたします。おはようございます。ワンヘル、ファンヘルエッグチャンネルです。酒飲んでないの？なんでこんな顔むくんでんの？今何時ですか？5時半や。それでは本日の MV 撮影お願いします。でも私ね、もっと早く起きようってやったら、ちょっと5時半はちょっと寝たなって思って。目標時間何時だったんですか？大体多分なんか4時半ぐらいに起こされるのかな。5時とか。ちなみに5時に起こしたら、美香さんあと10分寝かせてって。それ絶対30分も寝てないから、ついから。5分しか寝てない。もうみんなやばい、終わってんだ。その質問3回目起きてから。それでは元気にベッドから出ていただけたら嬉しいです。エッグチャンネルなんで元気に明るくお願いします。元気に明るく。おはようございます。素敵だな。25歳になりました。あ、ちょっと思った、4歳だった。あー、ベイビー。いや、いつまでとこよ。皆さん、おはようございます。カトミカです。今からヘアメイクに入る。その前に顔を洗っていきたいと思います。イエーイ。これ一体お湯はもう出る問題治ったのかな？出ません。あ、朝からカンカンに冷たいお水で顔を洗えて、はい、毛穴がキュッとなりながら本当に目が覚める。うち多分ね、寝たのね、起きるほんと30分前とか1時間前とかだよ。だってうるせえなもん、一生リビング。うるさくなかった？めちゃめちゃうるさかった。うるさいよね。もう寝れないと思って、一生騒いでましたよね。もうすごいうるさかった。はい、ということで顔を洗って、今から顔をねゴリゴリにマッサージしてもらったから、おメイクをしてもらいたいと。あ、メイクじゃねえのか、髪の毛をしてもらうのか。使い切っちゃったイニスフリーの化粧水を間違えちゃって言って、こうやってても出ない。めっちゃ出ない。朝からモーニングルーティン倒されるの、私たちストイックですね。ということで、ヘアメイクさんとこ行ってきます。で、もこう上げてって、うん、こうやって、うん、こうやって、この下にグッと。なるほどね、オッケー、学んだ。学んだ。やっていきます。ミカさん、あれさっき写真見せてもらったけど、そんな細かくないけど細かいみたいな、うん、なんかね、かっこいい感じがいいんだよね。なんか昔のさゆこちゃんみたいな、うん、トップからそんなにいかないって感じかな。そうだよね、毛先がちょっと、うん、動きあるみたいな。そうそうそう。え、違くない？ほら、うん、全然違う。上がっててちょっと下がってる。若いからすぐ出る。すごくない？みかさん、はい、本日はみかさんが来たみたいに、はい、ラウンドシャドウをアイシャドウにしていい感じにマットに仕上げました。ナイス、すごいんだけど。もうすぐ完成ですか？どうですか？モレ、ほにかわいいです。かっこいいですよね。今日はとても元祖夏ラブの再現ということなので、だいぶ状態いいですね。あの寝起きの衝撃とは。そう、衝撃とはね。ゴール口だそれは。おわち濃いめの。おし、おはようございます。マジ可愛いですね、今日。ね、今日はなんで正解だけそんな優しいの。いや、今日はなんか私らしさも残しつつ、当時の MV とか当時のナッツモデルさん、モデルさんに似せたメイクにしたので、ちょっといつもより雰囲気は違いますが、一応せいせいって分かるようにはしました。可愛い。二人とも頑張ってください。頑張ります。朝ごはんタイムですか？バナナとシェアガッシュ。いつもこういうのやってる、せいかちゃん。おまおま大きく撮影です。おま、頑張れ。おま、
怖い。いける？いける？モモアさん。モモア。モモア。朝だよ。ナチュラブ MV 撮るよ。ほわね、しかも化粧したまま寝てんの。うわ、びっくりびっくり。自分を見てるみたいだよ、昔のお前いける。もうあっち、もうカメラあっち、あっちもお願いします。ほわ、おはよう。ありがとうございます。今何パーできた顔面？72。いや知ってる、うち持ち上げたの。え、下がつけた。やばいです。出すな。マジ起きろって言って、うち立ち上がらせて寝るし。やばいです。いいじゃん。いい。じゃーん、完成しました。あともうちょっと髪の毛を巻いてもらって、モモのヘアメは完成です。ちなみにモモのゲットレディーリズミーは悲惨で、眠すぎて顔ボロボロだったので撮れなかったんですけど、あとちょっとで完成です。今眉毛を描き忘れてたので描きます。え、むず。眉毛ってこんなもんじゃねえの。どうですか、こっち描いた。やっぱり細眉のが可愛いと思うので、これぐらいだけ描いて、あとは眉マスカラで状態整えます。そしたら次は歯磨きをしていきます。はい、では行きます。お願いします。最高じゃん。一瞬、負けなさい。いや、どうぞ、どうぞ、いいよ。気持ち入ってんな。昨日の焼肉が結構で、今これずっと、あ、そうそう、力入れ、力入れ、あ、そうそう、これに、インサートがどんどん入ってる。かっけー。それで足りないよって思う。の撮影だったけど、うまくできた。でも割とできてたよね、口の動きとかね。何が楽しかった。何が楽しかった。まだ今日終わってないけど。
バイバイ。バイバーイ。オッケー出ました。何発ですか？一発です。コギャルにお菓子を差し入れするミカさんです。可愛いから買ってっちゃう。見ついちゃう。頑張って撮影してんのもん。今走ってるのとかみたい、走ってるのとかみたい、海に向かって走ってるみたいな。おお、いいよいいよ。今日どうでした？一日朝から。めっちゃ疲れましたよね。とりあえず一旦無事終えて、いや本当に良かったなって思う。最後のねみんなでさ走り抜けるシーンあって、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。てかなんか一日通して普通に超楽しかった。楽しんで手袋を撮影してもらったって感じです。ちなみに2人の一番ここマジ早く見たいっていうシーンあります？全員の最後のシーン。わかります。もう青春をしたね。もうみんな楽しかったもん。全員が全員。けど相当盛りだくさんってことですか？濃いね。みんな美女が神です。可愛かったし、かっこよかった。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。